台風10号の影響で、台和港に洪水注意報が出され、停電、道路統制、航空機の欠航など被害が続出している。ウルサン市災難安全対策本部によると、7日午前9時現在、ウルサンでは117ミリが降下した。地域別では山東181ミリ、都西158ミリ、梅谷115ミリなどの降水量を記録した。台和港、テファガンには午前8時40分、洪水注意報が発令され、河川の氾濫が憂慮されている。このように多くの雨と風をもたらした台風10号によって、各種被害が続いている。午前9時現在、停電被害はすでに10件余りが寄せられている。午前7時53分に、南区古城道、ファンソンドン一帯の約130世帯、午前7時51分に、南区無賀道一帯の約2万4000世帯の一部が、停電したと、相次いで通報した。午前7時14分には、宇都州郡西製麺陳下里、ウルジュ郡祖先ミオン陳張一帯の約4100世帯が電気がないと通報した。企業の停電も続いたが、現代自動車ウルサン第5工場と現代モービスが一時停電し、半電が復旧に乗り出した。現代重工業は全従業員の午前中に休むことにした。宇都州郡停電地域の一部の中小企業は全職員が在宅勤務をするようにした。災害対策本部は地域全体の停電被害規模を確認しながら復旧を行っていると明らかにした。地域全体の学校は同日台風などに備えて遠隔授業に切り替えた。航空機の欠航も続き、現在、キンポ、キムポとチェジュ発ウルサン行きの航空機3便が欠航し、欠航が続くものとみられる。このほか、街路樹や表示板、施設物などが倒れたり、壊れたりする被害も発生している。韓国の反応。あ、やばい、家が飛びそうだ。雨よ、もうやめて。何の被害もないように祈ります。コロナに台風に大変です。ここウルサンチュングの雨は止みましたが、風が強く停電状態です。皆さん気をつけて、大きな被害がないように今日も無事に、今年も無事に。被害が最小化されることを祈ります。ウルサン今は静かですね。ふう、幸い人命被害なしで無事に過ぎたように。災いだな。これから毎年台風の幹線道路となる。アパートの窓をしっかりテーピングしろ。ウルサンで6年間暮らし、60年間体験できなかった巨大な地震と台風を経験した。改めて自然の力がどれほど恐ろしく大きいかを切実に感じ、その前になすすべもなくやられるしかない人間が本当に弱いということを改めて感じる。プロテスタントの牧師の方々、ウルサンが水騒動が起こるのはどういう理由ですか？あなたたちはいつも悪いことがあるたびに神様のお話をたくさんしますが、プロテスタント信者が少ないからですか？韓国はソウルにさえ被害がなければ他は知らないという政府だ。雨がたくさん降るたびに毎回氾濫の危機なのに、対策もないし、えひょ。生きていく中で、こんな風雨は初めて経験しました。今日の早朝の通勤途中の強風はなかなか忘れられないでしょうね。被害がないように両手を合わせて祈ります。この前にも大きな被害で心配が多かったですが、無事に抜け出したらと思います。風は弱くなっても雨がたくさん降っているようですね。台風よ二度と来ないで。現在ウルサンは雨降ってないけど、
台風の目にあるのかな？皆さん、家でじっとしてください。台風にコロナで大変です。台風11号も北上中ですよね。